ウィリアム・ジョージ・エバンズはメジャーリーグ野球の米国人審判員で1906年から1927年にかけてアメリカンリーグに所属した。22歳で最年少メジャーリーグ審判員となり、その後25歳の時にはやはり史上最年少でワールドシリーズの審判を務めた。ビリー・エバンズとして広く知られ男の子審判のニックネームを持つ。 43歳で引退するまで、メジャーリーグ歴代5位に当たる3319試合の審判を務め、また、球審を1757試合務めたのは、アメリカンリーグで3位、全メジャー審判員の中でも8位に当たる。後年は3つのチームのフロント役員を歴任し、また、サザンアソシエーションというマイナーリーグの会長も務めた。加えて、 スポーツに関連する功績として2冊の著書を含む数多くの文章を残したことが挙げられる。1973年には審判員としては3人目の野球伝道入りを果たした。入りの異州シカゴで生まれたが幼少の頃に父親がカーネギー鉄工の工場責任者に任命されたため家族と共にオハイオ州のヤングスタウンに引っ越した。ヤングスタウンでは家族で ウェストミンスター長老派の教会に属し、日曜学校に通った。ユース選手として YMCA プログラムに参加し、近隣有志による野球チーム、ヤングスタウン・スパイダーズに所属した。ヤングスタウン・ライアン・スクールでは、野球、フットボール、それと陸上トラック競技に当格を表した。1902年にはコーネル大学に入学し、 往年のメジャー遊撃手ヒューイ・ジェニングスが監督を務める新人チームでプレーした。だが2年後に父親が急死、これにより彼の法学研究と野球という大学生活は終了してしまった。オハイオに戻り、ここでヤングスタウン・デイリー・ビィンディケーターという新聞のスポーツライターの職を得た。高校時代には卒業アルバム、大学時代では大学新聞の編集スタッフ経験があり、 文章を書く能力に長けていたことが当該史の地域版編集長サムライトに評価されたものだった。ライトはエバンズのスポーツ選手としての経験が記事の内容をより深いものにすることを期待した。1900年代初めヤングスタウン・オハイオワークスとペンシルバニア州ホームステッドから遠征してきたチームの対戦を取材した際、地元クラブの監督で 元メジャーリーガーであるマーティーホーガンから審判が足りないのでやってくれないかと頼まれた。恋人とのデートに忙しかったので当初は興味を示さなかったが1週間で15ドルの報酬が得られると知り本人した。15ドルの報酬はスポーツライターの周休と同じだった。エバンズの審判としての能力は当時オハイオペンシルバニアリーグの会長だったチャーリー・モートンの目を引き フルタイムのリーグ審判の職がオファーされた。エヴァンズはスポーツライターを続けるという条件付きでこれを承諾した。1906年にはヤングスタウン出身で元メジャーリーガーであるジュミー・マクアリアがエヴァンズを見て感服し、その素晴らしさをアメリカンリーグ会長であるバン・ジョンソンに報告、推薦した。これによりクラス C ディビジョンのマイナーリーグチーム審判に 過ぎなかったエバンズは一足飛びでメジャーリーグに移ることとなった。年俸2400ドルにプラスしてボーナス600ドルを提示され世界中にあるお金を全部もらったような気になったと語ったという22歳というメジャーリーグ史上最も若い審判となったエバンズはそれ以前にプロ審判としての経験がほとんどないという非常に珍しい存在だった。また 当時としては、プロ野球選手経験の全くない唯一の審判員でもあった。ニューヨークシティのハイランダーズパークで審判デビューして、以降、ワールドシリーズの審判も6度務めた。この当時、メジャーリーグの試合でも審判員は2名というのが普通だった。1907年には8日間で、ダブルヘッダーを7試合にわたり1人で審判をすることもあった。 1922年4月30日にチャーリー・ロバートソンが完全試合を達成した際の休審でもあった。他の多くの審判員とは異なり、エバンズは自分の判定に誤りはないなどとは決して言わなかった。むしろたくさんの間違いを犯した。判定を下す、まさにその瞬間にはそれが正しいかどうかを心の中で疑ったことなどはない。だが、その一。 二秒後には間違いに気づき撤回したくなるのだと発言したことすらある。しかし彼のこの謙遜と公平さではファンからの暴力を防ぎきれないこともあった。スポーツライターであるダニエル・オクレントとスティーブ・ウルフはグラウンド内が粗暴だとスタンドも同様に粗暴になるようだと指摘している。1907年9月15日のセントルイス・ブラウンズとデトロイト・タイガースのダブルヘッダーでは 1> 第1試合終了後に起こったファンがガラス瓶を投げ込み、エヴァンズは頭蓋骨骨折を追い気絶した。ニューヨークタイムズはこの事件をこれまで野球場で目撃した中でも最も恥ずべき光景の一つと表現した。アメリカンリーグに在籍した20年以上にわたり、改革者として知られた。類上のプレーを判定するには類に向かって走り、いつでも 奏者と野手の両方が見えるようにする新しい審判法を提唱し、このやり方はメジャーリーグの審判員の基本となった。将来、審判に対する要求はさらに厳しいものとなっていくことを予測し、正式な審判トレーニング法の確率を強く提唱した。さらに、昔と同じように険悪な雰囲気となったゲームにあっても戦争をするのではなく外交をするように、 身体的暴力の脅威なく、仲裁者としてゲームをコントロールすることができることを証明した。タイカップエバンズは身体的脅威、つまり暴力で脅された時に引き下がることをしなかった。1921年9月、エバンズは彼の判定に文句を言ったタイカップと流血を伴う殴り合いをしたことがある。野球視野のデイビッド・アンダーソンによれば、カップが ホームベース上でエバンズを突き飛ばして脅かしたのがトラブルの発端となった。エバンズはカップに試合後審判更衣室に来るように言って、両チームの選手らが見物する中で殴り合いの喧嘩をした。見物していた何人かによると、デトロイトタイガースの選手たちの多くはエバンズを応援していたという。この喧嘩の後、カップは1日の出場停止処分となり、エバンズは 数ゲームにわたり、包帯を巻いたまま審判をした。両人とも喧嘩に先立ってこのことは、リーグ当局には報告しないと約束し合っていたが、結局は、リーグ会長であるバン・ジョンソンの耳に達してしまった。スポーツライターのオクレントとウルフによれば、ジョンソンはこのニュースを聞き、いつもは見せることのないユーモアを交えて、私も見たかったよと語り、一切の追求をしなかった。 審判員としてのキャリアの他に、スポーツライターとしても、熱心に仕事をした。1918年から1928年に、かけて、ニュースペーパーエンタープライズアソシエーションのスポーツ、編集長を務めながら、ビリー・エヴァンズの一言というタイトルのスポーツコラムを、執筆し、全国の地方紙に配信した。有名なスポーツライターであるジミー・パワーズや、ジョー・ウィリアムズも、 スタッフとして参加した。1927年シーズンを最後に審判員を引退し、クリーブランドインディアンズのゼネラルマネージャーとして、当時でも破格な年俸3万ドルで就任した。野球士やビル・ジェームズによれば、メジャーリーグの球団フロント役員として、ゼネラルマネージャーという役職で公式に呼ばれた初めての例であるという。エヴァンズの就任でインディアンズは、セカンドディビジョンから、 ファーストディビジョンに昇格した。ゼネラルマネージャー職で、その後8年間過ごしたが、1935年に、表向きは、球団の資金難により、チームを離れた。噂では、本当の退任理由として、インディアンズの監督であったウォルター・ジョンソンが三類種ウィリー・カムを出場させないことや、保守のグレンマイアットを他チームに放出したことなどに、 関して意見が折り合わなかったことによる確執も挙げられている。伝えられるところによれば、エバンズがイエスマンにはなりたくないと述べたことに対してジョンソンが不服従だとして告発したのだという。エバンズはすぐに、ボストンレッドソックスのチーフスカウト兼ファームシステム責任者の職を見つけたが、1940年の10月8日に、エバンズの反対にもかかわらず、チームが P、ウィーリースを ブルックリンド・ジャーズに金銭でトレードしたため辞職した。1941年にはクリーブランドに戻り、フットボールチームであるクリーブランド・ラムズのゼネラルマネージャーに就任した。チームの成績は振るわなかったが、工業的には成功しチームの収入増に貢献した。だが、翌年の契約更新で結立し、しばらくは執筆活動に専念した後、 1942年の12月3日にサザンアソシエーションという野球マイナーリーグの会長に就任した。リーグ会長としての4年間、他の多くのリーグが第二次世界大戦の影響で解散した中で初年度だけで30万人の観客を集めた。1944年に一時落ち込んだが翌年には観客数百万人を達成した。 1946年12月16日にはデトロイトタイガースのゼネラルマネージャー職のオファーを受け入れた。そして就任早々に老齢化と噂される機会が増していたハンク・グリーンバーグをピッツバーグ・パイレーツに金銭でトレードに出すというドラマチックな出来事を演出した。その後の4年間のうちニューヨーク・ヤンキースに次ぐリーグ2位を2度記録したが、 1951年に低迷し、元タイガースの名物選手であるチャーリー・ゲリンジャーにゼネラルマネージャー職を譲って退任した。自宅のあるクリーブランドを長い間離れていたが、良き夫であり父親として知られていた。1908年にヘーゼル・ボールドウィンと結婚し、ロジャーという子供を一人設けた。ロジャーはマイアミのラジオ局のスポーツディレクターになった。 家族の絆を大切にし、死んだのも、マイアミの息子を訪ねた時だった。成功してもヤングスタウン時代の友人らと親しく、付き合った。エバンズの死後、高校のクラスメイトだったイーアレン・ライトナーは、ヤングスタウンの高校時代から高潔で素晴らしい、性格だった、審判を引退した直後に会話したのが最後だが、その後、エバンズとタイガース元監督レトロルフが一緒に、 写っている写真にサインをして送ってくれたと語った。1952年にミシガン州モンローで交通事故に遭い、非公式だが役職からは引退していた。回復後は健康を保っていたが1956年1月21日、息子の元を訪れていた時に脳卒中の発作を起こし、その2日後に死亡した。71歳だった。葬儀は クリーブランドで行われ、遺体は、オハイオ州、メイフィールドハイツのクノールウッド墓所に埋葬された。エヴァンズの成した野球への貢献は広く認められている。1973年には、審判員としては3人目の野球殿堂入りを果たした。審判員として絶えず高いプロ意識を持ち、また、審判員を養成する公式機関設立の、主相者としてたゆまぬ活動を続けたことが、 受賞理由となった。皮肉なことに、デビッド・アンダーソンの見方は、もし、デッドボール時代に、現代の審判学校が存在していたら、エヴァンズが、メジャーリーグの審判員に抜擢されるチャンスは、なかっただろう、というものだ。エヴァンズが主張していた良い審判員の要件というのは、現代にあっても全く同じに通用するものだからだ。よく見ること。 精神的及び肉体的両面で勇気を持つこと、ルールを知り尽くすこと、より高いフェアプレイ精神、常識、それに交渉力を持つこと、復讐心を完全に捨て去ること、自分自身の能力に自信を持つこと、ありがとうございます。